それじゃあ、剣、盾、青いズボンと、あ、ハロウィンで使った付けひげかすよ。お姫様役にそんなにこだわらなくても、勇者役もいいじゃん、木の役じゃないんだし。ジェンダーロール、性役割とは性別によって社会から期待されている行動のことだよ。昔は、 性別によって役割がはっきり分かれていて不平等なルールがあったんだ男性だったら強くて積極的で感情を表さずスポーツが好きだと期待される女性だったら優しくて世話好きで感情豊かで家庭的つまり料理と掃除はできて当然だと期待される 性別による役割分担のステレオタイプは見た目にも影響しているんだメディアで見るような非現実的な理想のイメージに向けてダイエットや激しい運動美容整形を受ける人もいる感情の表し方も決めつけられるよ女の子は怒っちゃいけない男の子に思いやりや繊細さは似合わないとかね でも時代とともに社会も変わってきた自由でありのままの自分でいる人が増えてきたんだそれって素敵なことだよねまた次回まで「Amazed.org」や「YouTube」で他の動画も見てみてねまたね